はい、皆さんおはこんばんにちは。今日は、ME エンサイクロペディアのもうたくさんやってるから何回目やってるのか分かんなくなっちゃいましたけれど、あの34回の血液ガス分析と経皮血液ガス分圧測定についてやります。で、テキストは生体計測のテキストの146ページですね。まあもうだいぶ直前になりましたから、いろいろね焦ってなんか難しい問題に目が行きがちになるんですけれど、いいですか、難しい問題別に解けなくても何の問題もないですからね。それよりも確実に解けるものをちゃんと増やして、ね、確実に解けるものを確実に解くような勉強をしといた方をおすすめします、ね、というわけでよく出るところをねもう順番にやってます。それとあとちょっと知っとけばこれは解けるようなところを押さえてます。今日はね血液ガス分圧測定です。で、146ページの下の真ん中から下の方に見てますいただければいいんですけれど、とりあえず、血ガス分析はこれはね大きく分けていろんな方法が昔あったんですけど、今は国試や ME に出てくるのは電極法と言われるものです。電極法と言われるで、ものすごく大きな括りから話をしますと、まずこうですね、電流を測るものと電圧を測るものに分けることができます。電圧ですね。で、電流を測る方をアンペロメトリックって言います。電流アンペアですね。それに対して電圧を測る方をポテンショメトリックって言います。まずこういう大きく分けて2つあるんだっていうことですね。電極を使ってそのガス分圧を測る方法が2つあるとですね。で、それでアンペロメトリック法のことをまたポーラルグラフィーっていうこともあります。で、順々にこれから説明していきます。まずこの電流を流れる電流を測定する方法として最も一般的よく使われるのが酸素分圧をね測定するためのクラーク電極って言われるものです。クラーク電極です。これはテキストにはちょっと実際の装置の図がの断面図が載ってますけど、簡単に説明しますと、プラチナの電極と銀塩化銀電極がありまして、そこにですね電圧をかけると当然のことながらこの間に電流が流れます。電流がね、その流れる電流の量はもう簡単に言いますね、化学式も使いません。多分検定試験にそこまで出ないかな。この電流の量っていうものは酸素分圧に比例してると。で、この電流のことを、拡散限界電流って言います。つまりある程度電圧かけていくと流れる電流の上限が決まってるんですね。限界電流って言って、それを電流計で測定する、これがクラーク電極になります。ただね、この電流の量は他のイオンですね、イオンも当然関与してきます。他のイオンも関与してきますから、ここの中には大事なことはですね、この中には酸素だけが通るようにしてやらないか、この中の液体のこう閉じといて、この部分に
酸素のみ通す膜をで貼っておくわけです、ね、酸素のみ通す膜を貼ることによってここはこう酸素だけが通っていきますね。酸素だけがこう通過していきます。そうするとこの拡散限界電流は酸素の分圧を反映したものになるといいかな。それがクラーク電極といいます。で、ここでね膜は何でもいいわけじゃなくて国家試験対策としてはこれが出ます。ポリプロピレンですね。それであとテフロンとか、まあ、カッコしておきますね。ポリエチレンとかでも大丈夫です。ポリエチレンとかでも大丈夫なんだけど、一応国家試験対策ではこれがよく出ますね。だからまあ、いろんな用語が急に出てきました。アンペロメトリックこれこれね。だからとりあえずこういうふうに理解しとってください。まあ、クラークさんがですね外に出たら酸素がいっぱいで気持ちがいいと。だからクラーク電極は酸素、その時にポリ袋にポーラの化粧品を入れて出かけていくと、ね、ポリ袋にポーラの化粧品とを入れてクラークさんが外に出たら酸素がいっぱいで気持ちがいいと、まあ、そういうノリで覚えておけばいいです。それ以上の理解は多分必要ではないと思います。いいでしょうかね、ここまで。で順々に説明していきますね。血液ガス分析で今酸素についてはねもう大丈夫でしたね。 PO2 についてはこうです。じゃあ次、今度は電圧、これはポーラログラフィーって言います。あ、違った、ポテンショメトリック法ですね。ポテンショメトリック法って言います。でポテンシャルっていうのは英語で言うと電圧のことです、ね、電圧のことをポテンシャルって言いますね。俺は今なんかパッと見すごくないけどすごいポテンシャルを持ってるんだよって見えないけれど中がこうみちり詰まってるみたいなね、そういうイメージです、ポテンシャルっていうのはね。だからポテンショメトリックっていうのは電圧を測定する。じゃあね、それの代表的なものとして何があるかなんですけれど、テキストでは147ページを見てください。147ページ、これは代表的なものとしては pH ね、低波、これは何を測ってるかのも、まあ、まあこれはみんな知ってるよね。水素イオンの濃度を測ってます、ね、水素イオンの濃度を測るのが低波なんですね。で、まあそんな感じなんですけれど、簡単にもうちょっと言いますと、ですね、電圧の、まあ、ポテンショメトリック で具体的な装置のとしてはどういったものになるか言ったら、これがなかなかね非常に説明しにくいんですけれど、なんでか言ったらね、なぜそうなるか今一つピンとこない原理で動いてるんですが、この中に液体があって、そこの中と外で水素イオンの濃度が違うとしましょう。そうした時にね、なんかこのガラス膜ですね、薄いガラスの膜でこう濃度の違う水素イオンの濃度の違う液体を挟んでおくと、どうもねここにこれが集まってくるらしいんですね。でもここは通りません。大事なのはね、このガラス膜を水素は通らないっていうことね。通らないけどだんだんここにこうプラスとして集まってくるわけです。そうしたら中と外の間に電圧の差ができます。これを測定するのが何だったっけ、あってガラス低波を測定するガラス電極っていうものはガラス膜電極ですね、まあ、そういったものになります。ガラス膜電極っていうのは
ガラス膜がこう薄いガラス膜の中と外に濃度が違うと、ここにあの水素イオンが集まってくる、ね、それを使う。じゃあこれをどうやって測るかというと、あのこういうことなんですね。もう一つちょっとこういうふうに便宜的に書く、この絵がね、あの非常に分かりにくかったんですけれど、便宜的にこう書いといて、こちらにも何かね別の電極ですね、よくあのカロメル電極とか、あと銀塩化銀電極とか使うんですけれど、こちらになんか KCL の、 あの溶液を入れて、この部分をなんかね、あの、まあ、ゼラチンとか、あまり使わんな、ゼラチンとかセラミック多孔質の、水は流体は動きにくいけど電気的にはつながっているっていうもので挟んでおきます。そしてこことこことの間の電圧の差を測ると、これがあのペーハー電極の特徴になってて、ここでねキーワードとして一つね、よく出てくるのが塩鏡っていう言葉が出てきます。塩鏡ね、塩鏡っていうのは こういうふうに液体がね通りにくいようにはなってんだけど、電気的にはつながった状態です。これは普通の金属電極を入れるとそこで電位差が生まれちゃうんですね。だからそうならないように、その銀塩化銀電極と琴の間をその塩鏡でつないでっていうことをやるそうです。で、あの具体的にはですね、あのいろんな構造があります、ね、こちらとこちらが完全に分離して2つの、 あの中あのガラス膜とこの、 あの先っぽが塩鏡になっているものをこう突っ込むタイプが、まあ、多いんですけれど、こういった形で、水素イオンの濃度はこの膜に集まってくる電圧を測ることで、その濃度が測れるんだよっていう、これがあのポテンシオメトリック法になります。で、あのまだあのこういう国試等では、あ昔はね、あのこの結構大昔の国試は検体計測っていうのが一つあの分野に入ってたんで、あの大事だったんですけれど、むしろねここでね知っといてほしいのは、これはね、あの試験に出るかな、でも ME 検定で出そうだな、ここに出てくる電圧を E としますと、それはあのテキストに書いてあるように F 分の RT かけるログのH プラスプラスあの K なんとかかんとかですね。これはあのネルンストの式って言います。ネルンストの式ですね。これはあの式そのものを覚える必要はありませんが、あのネルンストの式に従うっていうのは知っといた方がいい。でここでね、この式で大事なのはこの F とか R は、 R は気体定数、 F はファラデー定数です。で問題はこれ温度ですね。つまり温度によってこの膜電位っていうものは変化するっていうことを知っておく、ね、これはあのそういう測定器を作る上で非常に重要なことです。それともう一つ、これを妨害イオンっていうんですね。妨害イオンなので、この水素の濃度以外にも反応すると、ね、だから水素イオンのその濃度に反応して膜電位って変わるんですけれど、それ以外の妨害イオンの影響も受けるんだよっていうことを知っておく必要があります。で、多分あの電解質測定装置とかで実習とかで使った人だったらみんな知ってますけれど、溶液の種類を入力してたと思います。その測定するものが血液なのか、それとも尿なのか、はたまた生理食塩水、ね、サリンウォーター、サリン、あの普通のその水なのかっていう、溶液なのかっていうのを種類入れるのはそういうことなんで、この妨害イオンの影響を補正してやらないと正しい答えが出てこないですね。あのこういう特性があるんだっていうことも知っといてください。それであと、あのこれもまだ出てないですけれど、この膜を変えると、ガラス膜だったら水素イオンの濃度が測れました。それ以外にも、例えばあの南洋性の塩膜とかのクロールが測れてたり、ジデルシルリン、これも覚えなくてもいいよな、
酸膜だったらカルシウムで、バリノマイシンだったらカリウムとか、まあ、カルシウムやカリウムも同じ原理で測れるんだと、ね、だからそういうあの電解質はほぼあのこの膜の種類を変えることで、ガラスあの水素イオンだけじゃなくて他のいろんなその電解質の濃度、溶液の濃度も測れるようになっているっていうこともね、知っておくといいと思います。いいかな、ここまでいいでしょうかね、大丈夫かな。で、あのポテンシオメトリック法の代表的なものはガラス膜電極で、それは pH を測定するんだっていうところまでお話ししました。で、この pH を測定するっていうことを使うことで、あの非常にね、あの便利なある別のものが測れる、それをちょっと説明します。それはね、CO2 分圧ですね。それが pH と同じだっていうことです。なぜ同じかっていうと、 CO2 のプラス H2O ですね、これは H プラスと、みんなよく知ってるかな、 HCO3マイナス、重炭酸イオンと水素イオンに中で分かれるわけですね。あのつまり CO2 のままで存在するんじゃなくて、水の中で溶け込んだらこんな風になるよっていうね、まあ、全部がなるわけじゃないんですけど、こんな風になる。そうしたらこの、 あのこちらですね、この水素イオンの濃度と CO2 の濃度っていうのはほぼほぼ比例していると。だったらこれを測定したらいいよっていうね、それがあのセバリングハウス電極っていうものです、ね、でセバリングハウス電極はあの今説明したようなガラス膜と、あと何だったっけ、銀、塩化銀電極を持ったあの、まあものの間の、まあ、電圧をこうね、単純に書くとこういうふうに測ってるわけなんですけれど、あのこいつをやっぱり膜で区切ってやる。でこの膜は CO2 のみ通す膜ね、膜で区切ってやりましょうと。それがあのセバリングハウス電極と言われるものです。で、あの CO2 を通す膜としては、まあ、大きくあの代表的なものはほぼほぼテフロンです。テフロンね、テフロン膜で、まあ、覚えておくといいと思います。テフロンが使われると。でこれはあの CO2 を通すよと、そんだけね。なんかまあ整理すると、 pH と CO2 はほぼほぼ同じものを測っている、ね、そのガラス薄膜電極の前をそのこういった膜で区切ってやれば、その何だったっけ、その CO2 のみを測ることができると、ね、それはこういう形で重炭酸イオンの中で分離するから水素イオン濃度が変わるんだよっていうことですね。まあそんだけです。あのそんなに難しい話ではないので、あのぜひねここは押さえとってください。それであと もう一つ先に問題を解く前に説明しておきますね。この血液ガス分圧をあの測定する方法を2つ組み合わせることによって、経非血ガス測定っていうものができます。最後これについてちょっと説明して、その後具体的な問題を見ていきたいと思います。まずですね、経非血液ガス分圧っていうのは、これは体の表面から採血をせずに血ガスが測定できないだろうかいうことです。でこれがまあ体とします。体、それで体にはですね、こうね、動脈と静脈があります。でね、これはよく知ってるよね。でこの体の表面に対して動脈と静脈はどういうふうに伸びているかご存知？
ですかね、あのこれはここからここにどういうふうに伸びているかは多分ねあまり気にしてないと思います。だけどこれが非常に今回重要で、この間をこういった形でこうですね、馬蹄球にこうつながって伸びている、あの皮膚の毛細血管というようなちょっと奥まったところからこう表面にこう伸びているんですね。で、あのこれ何のためかっていうと、あの放熱のためです。つまりこの普段は閉じてるんだけど、あの体の中の温度が逃げないようにね、でもここにこうね血流を流してやると、体表近くにね血流を流してやると熱がこう逃げていくわけですね。 OK、まあ、そういう風にどうもなってるらしい。だからあのなんか暑い時にはこう体の表面までこう血液を流して、あの表面から放熱するっていうね、まあ、そういう風にあのどうも人体はなっていると。となればここからが大事。体の表面に血流が流れてくるんだったら、ここの外から血液ガス分圧を測れるんじゃないのっていうね、まあ、そういう風に考えるわけです。それであのこの体に例えば41から43°C で加熱してやります。そうするとあのこれはあの43度っていうのは非常にあの問題のある温度で、本当はね42度が安全限界なんですね。あの体のに熱を加えた時に42度を超えると今度はあの低温やけどする恐れがあります。これも知っとってくださいね。42度が安全限界なんで、それ超えると低温やけどするんだよっていうことを、だったら低温やけどするぐらいの温度で温めてやれば、体の表面までそのやけどしまいとしてね、あの血液が上がってくる。それを外から測りましょうっていう考えです。で具体的にはですね、こういうふうな仕組みになってます。こういうあの本当はセンサーそのものはね、もう1円玉ぐらいの大きさなんですけれど、その表面にこれ多分テフロンですね、膜が張ってます。そして先ほど説明した銀塩化銀電極っていうのは共通です。それに対してガラス薄膜電極とプラチナ電極とか中に全部一緒に入ってる。でこのプラチナ電極と銀塩化銀電極との間でこうですね電流を測定する。そしてガラス膜電極とあの銀塩化銀電極の間で電圧を測定する。こういうふうにしてやれば、あのこの上がこの中を通ってきた酸素とあと CO2 によって、 CO2 の場合はこちらに出ると、で酸素の場合はこっちに出てくると、つまり体の外側からあの血液ガス分圧を測定できるっていう、これが経皮血液ガス分圧の測定装置の根本原理。であの大事なことをちょっといくつか説明します。まずねこの間にちょっとでも空気が入ったらもう測れません。だからここには必ずコンタクト液であの密閉してやらないといけません、ね、あの適当に貼っただけじゃ測れない。コンタクト液をちゃんとつけてぴったり貼ってやる。それであとここめっちゃ大事なんですけれど、普通に使ってると低温やけどします。なので2から3時間おきに付け替える、これがあの使う上で非常に重要なポイントですね。あのずっと10時間もつけておったらそこやけどするかもしれない。だから 2,3 時間おきに場所を変えましょうと、ね、でどこがいいか言ったら、なんか鎖骨下の平坦部、あのメーカーのねあの取説読むと
そこに貼ってちょうだいねって書いてます。で、あのできればその貼る場所は動脈の上とかはダメだそうです。脈があるとこ、動脈の上とかはあんまり貼らないようにして、あのできればなんでか言うとね、多分ね熱が逃げるんです、血流によって。そこが温まらない、ね、あのずっと血液がたくさん流れると貼ると熱が逃げちゃいます。だからあの鎖骨下の平坦部みたいな、そういうあんまり血行動態が盛んでないようなところに貼ってちょうだいねっていうふうにあの書かれております。まあ、その辺はあのそういうもんだと思ってください。いいかな。それであとあのこれはなんとなくわかると思うんですけれど、体の表皮が熱いと出てきません。なので普通はですね、 PO2 は実際よりも低値になります。あの大人の場合は実際のあの酸素分圧よりも低い値になります。なのでこれは主にあの用途としては NICU ですね、小児で使われます。あの小児のそので使われる。なんでかいうと小児の場合は採血たくさんできないわけですね。あの血液量少ないですから。だから主に NICU で使われるんだっていうことを知っておいてください。いいですね。あの結構この経皮血液ガス分圧出てくるんで、もう一回ポイントまとめます。まずあの大人では低値になります。だから NICU でよく使われる。これが1点。もう一つは表面を41度から43度に加熱します。なのでこれはあの安全限界を超えてます。だから低温やけどの恐れがあるから 2,3 時間おきに必ず付け替えるとね。この辺押さえとってください。いいでしょうかね。じゃああとはあの実際の問題を見てみれば分かるんですけれど、テキストで言うとどこだったっけ、あパッと出てくるように、あれ、あれ、あったあった、あの73ページからですね。73ページ。で、あのこれであの問題見ていただければ、ほぼほぼ今日言われたことが全部出てくるっていうのが分かると思います。じゃあ、まあ実際これ解いてみてくださいね。で、あとはあのそんな感じです。で、もう一つだけ、測定方法についてちょっとね、あの分からないとこ、あの今日説明あのしてなかったところがあって、73ページの上から3番目第37回の午後の24番ですね。あ、この手の問題が定期的に出てきます。まあ、実際に測定する時の、まあ、注意事項ですね。で、まずこれはあのポイントだけ説明します。採血した場合は気泡はダメです。気泡はあの抜いてくださいということ。それともう一つはヘパリンをでシリンジを濡らしておくと。それは注入する前にですね、採血する前にヘパリンの表面をコーティングしておく、ね、気泡はダメである。でもう一つこれはね大事なことなんですけれど、すぐ測らないときには冷却しといてくださいってね。あとはあのじっと置いとくんじゃなくて、ちゃんと混ぜる、攪拌すると。いいですかね。この4点、あの気泡は抜く、ヘパリンで事前にあのヘパリン化しておく、ね、あの試験管とかシリンジの中を。それでもう一つは冷却します。これは何でかいうと、赤血球が酸素を消費するからですね。
だからほっとくと、常温でほっとくとだんだん酸素分圧が低くなっていきます。なので、あの必ずそのしばらく測れないときは冷却する、あとはまたしっかり混ぜておくっていうことですね。攪拌する、まあこの4点を押さえておけば大体解けると思います。まあこの辺も解いてみてください。まあいいでしょうかね。じゃあ、ポイントはね、全部説明しましたので、実際に問題をまず解いてみてください。73ページからね。それで大体いけると思います。よし、じゃあ今日はこれで終わります。お疲れ様でした。